リッケ・ポーベリはイタリアのジェノバで1968年にデビューしたポップミュージックグループでイタリアを代表する歌手グループの一つである。1978年にはイタリア代表としてユーロビジョンソングコンテストに出場しクエスト・アモーレを歌唱した。またサンレモ音楽祭にもたびたび参加して2位に2回、5位に1回ランクインし、 そして1985年にはセームインナモロで出場し優勝した。また、1970年と80年に出したレコードは、それぞれ2000万枚以上を売り上げ、イタリアでも海外でも1位にランクするという大ヒットを記録している。リッケ・ポーベリの歌の中で、最も代表的であると言えるものは、サンデモに出場した2曲、すなわち1971年の チェサーラと1981年のセラ・ペケイティアモである。後者は1985年のフランス映画エル・イ・フランティのテーマソングに用いられたほか、2008年にメキシコのカシュタリアがスペイン語でカバーし、アルバムルナダに収めている。この他にもクーリアン・デリー、スー・ノイ、ママ、カム・ボーレイ、ピッコロ・アモーレなどの歌が人気テレビ番組のオープニング曲に用いられている。 グループメンバーは以下の4人である。リッケ・ポーベリはデビュー当時は男性2人、女性2人のカルテットであった。米国のボーカルグループで最も一般的に見られる形式を真似たものである。デビュー時のメンバー4人のうち3人がジェノバ出身だった。結成時のメンバーは次の通りである。ソットジュートガッティは元はイジェッツというバンドに所属しており、 このバンドで1963年から1964年の間に ITV レーベルで彼らにとって初めてのレコード録音になる4枚の45回転レコードをリリースしている。1966年にイジェッツでパーカッションを務めていたジャンニ・ベッレーノが別のバンドニュートロールズに参入するために脱退したのがきっかけでイジェッツは解散してしまった。ソットジュートガッティは ビート族のグループ、イ・プレイ・ストリーチの歌手アンジェラ・ブランバーティーと出会ったのを、きっかけに、米国のママスパッパスをモデルとしたカルテットグループを結成することを決断した。1967年にそのアイディアが実現したが、それは、アンジェラの友人でいく分は各やはり歌手であるマリーナ、オッキエーナに出会ったすぐ後のことだった。ローマのシンガーソングライター、フランコ・カリファーノの行為により、 グループは現在でも使用されている、リッキー、イー・ポーベリないし、リッキーポーベリの名称をつけてもらった。グループのデビューは1968年のイタリアの歌唱コンテスト、カンタジーロで、デビューナンバーは、米国のポップス曲、エバーラスティング・ラブのイタリア語カバー、エル・ウルティマー・モーレであった。同年に出た彼らの最初のアルバムには、上記のカバー曲の他に、 ウン・アモーレコージーグランデと題のついた作品も収録されていた。続いて録音した作品はカリファーノが BEGs の楽曲をイタリア語に訳したカバー曲ラミー・アリベルタであったが、これはリッケ・ポーベリの作品としてカッたるものになった。1969年には新しいシングル S i イファ、キアララ・ノッテが出たが、リメにはソット・ジューとガッティが書いた。 エラ・マーコリーデが入っていた。1970年には、サンデモ音楽祭に初参加し、ニコラ・ディバリと組んで、ラプリマ・コーザ・ベイリアを歌って2位になった。この歌は、アポロレコードレーベルから発売された、グループ名と同じ、リッキー、イーポーベリのタイトルのアルバムに入っている。同じ年に、45回転レコードをもう2枚リリースした。プリモ・ソーレ・プリモ・フィオーレと、 インクエスタチーターで、いずれも同じサンデモのアルバムから抜粋されたものである。1971年にはサンデモ音楽祭の新人部門で2位になるという新たな地位を手に入れた。この時の歌が、ホセ・フェリシアーノと共に歌唱したケサラである。同年末にはアルバム、コンエル、アイウトゲルシニョールをリリースしたが、これには有名なアメージング・グレースのカバー。 アミーチミエが含まれていた。1972年には、著名な製菓企業、フェレロの製品のフィストラスナックの協賛で、サンデモ音楽祭に戻ってきた。トリノのミュージシャンのロマーノ・ベルトラの筆になる、死者に飛んだ題名の歌、ウンジ・アデマ・ディ・シリー・イリがこの時彼らの歌った歌であり、11位、泊まりで、サンデモで、これまでに歌った2曲に並ぶ結果を出さなかったものの、 カルテットの素晴らしい歌声によりヒットした。1973年は、リッケ・ポーベリにとって、非常に意味深い年であった。連続出場で4回目になる年初のサンデモでは、ドルチェ・フルットの歌で4位についた。ブルガリアでは、シンプルに、コンセルト・ライブと題をつけた、ライブアルバムの EP レコードを出した。番組、ウンディスコ・パー・デスターテの出演時には、 ピッコロ・アモー・レ・ミーを歌った。最後に、秋に、テレビの歌謡ショーカンツオニッシマに出場し、ペンソ、ソリド、イーカントで2位に順位付けられた。1974年には、ピッポ・バウドによって編成された演劇プロジェクト、テアトロ・ミュージック・ホールに参加することになり、イタリア全土を回った。ショーの題名は、上記の歌、ペンソ、ソリド、イーカントにちなんだものである。 このショーの間に、リッケ・ポーベリはいくつものミュージカルや演劇に出場する機会があった。中でも優れた成功を収めたのは、キャバレーでライザ・ミネリの配役を演じたアンジェラであった。1974年には、オペレッタ、ノーノー、ナネッテのテレビを縮小版に出演した。またテレビ番組、タンテスキューズのキャストにも加わった。この番組出演で成功を収めたため、 リッケ・ポー・ベリは、同番組の新エディション、ディーヌ・オーボタン・テスキューズに出演することと、同番組の新しいエンディングテーマ、クーリ・アン・デリー、スー・ディ・ノイを歌うことになり、これは、素晴らしい成功を収めた。1976年には、初めての英語の歌、ラブ・イル・カムを録音した。また、アルバム、アイ・ミューザ・キャンティからの曲、ドゥストリエデイ・ミューザ・キャンティで、サンデモ音楽祭に参加した。 この年のサンデも出場時、アンジェラは妊娠していたが、音楽祭の数ヶ月後に、長男のルーカを出産した。同年と翌年には、バルテル・キアリの演劇ツアーに参加した。また、1977年には、古い歌のマセ・ゲー・ペンスの再録を含む、リグリア・ホーゲンの歌の入ったアルバムを出した。1978年には、同名のアルバムに収録されている歌、クエスト・アモレで、 イタリア代表として、ユーロビージョンに出場した。1979年には、オッキーエーナと、ソットジュートガッティの作になる歌、ママが番組、ジェットクイズのテーマ曲になった。1980年には、カルテットとしては最後になるアルバム、カムエアバノを出版した。このアルバムには、ラスタジョネデル、アモーレ、サムバディツーラブ、グッバイマイラブ、 ウォーキングラブといった、とと、クトゥーニョが書きマッツ・ビオルクルントがアレンジした楽曲が収録されているほか、フランスの有名な歌、エ・マントナンを英語とイタリア語の両方でカバーした、イーノー、イーノーも入っている。同年、リッケ・ポーベリはラジオ局のラジオモンテカルロとツアーを実行し、スペインで大きな成功を収めた。スペイン語でのコレスポンデント版、アルバム、 ライスタシオンデルアモールを出したが、タイトルトラックのほか、グッバイマイラブのスペイン語版である、アディオスミアモールが入っている。またこの年、ラテン諸国で、アルバム、リッキー、イーポーベリの1978年の海外版を、リタイトルした、アルバム、ウナムジカをリリースしている1981年に、マリーナ・オッケーエナがグループを脱退した。アンジェラとの強い対立が原因となり、 ソリストになる冒険をしようと試みたのである。マリーナの脱退があったにもかかわらず、立家ポーベリは解散することなく、成功を得続けた。それどころか、さらに大きな成功をものにしたのである。というのも、1981年に、セラ・ペケイティアモで、サンデモ音楽祭の新人部門に入賞したからである。5位ではあったが、この歌は、 週別順位で10週間頂点の座に着き続け、この年のイタリアのシングルで最も売れたタイトルの名誉を獲得した。歌、カム・ボーレイとピッコロ・ア・モーレはトリオとして歌唱された初めてのレコードに含まれていたものであるが、いずれも有名な番組、ポルトベッロの第2期のエンディングテーマとして使われるようになった。カム・ボーレイはサンデモの1981年の出場曲、 セラ・ペケイ・ティアモや、その B 面の、ベッド・ラ・モーレ、また、トリオとしてのレパートリーのうちの多くの曲と同様に、マリーナ・オッキーエーナ・脱退後の最初の33回転アルバム、イーペンソエーテの収録曲になった。シングル、M インナモロ・ディテ、セラ・ペケイ・ティアモ、カム・ボーレ以外にも、4番目のシングル、メイド・イン・イタリーが発売されて、LP 版は文字通りランキングを一掃したが、 アルバムから複数枚のシングルを出す。この方法は、反則シングル版や45回転レコードからのプロモーション楽曲を出すという古くからのイタリアの伝統に逆らったプロモーション方法であった。多分、サンレも、フェスティバルバルや当時の他のショーなど、出版の動機になったイベントへの参加として、正当化されたものであろう。マンママリア、ベライ・ブードンセ、チャオ・イタリー、チャオ・アモーレなど、 数々の歌と様々なアルバムがこの成功に続いた。1985年にはリッケ・ポーベリはサンディモン楽祭でセーム・インナモロを歌い初めて1位になった。1988年には遺伝子工学に反対する内容のやや議論を読んだウンベルト・バルサモ作の歌ナシェロ・ジェズで再び参加した。90年代には 全国テレビ放送で大いなる成功を収め、同様に国際商業的にも大いなる成功を収めた。他のアルバム、シングル、コンピレーションアルバムも高い売れ行きを示している。特にコンピレーションアルバムは公式、非公式やイタリア、外国を問わず驚くべきスピードで次々にリリースされ、正確なディスコグラフィーを定めるのがほとんど不可能な状態である。 1999年には新作のレコードをリリースした。ヒット曲数曲と未発表曲6曲を収めたコンピレーションアルバムパーロコロコーレである。2004年には音楽リアリティ番組ミュージックファームの初回放送に出演し、驚くべきことにロレダーナベルテの挑戦に勝利し、最終順位で3位についた。番組中でリッケ・ポーベリーが歌った中で、 最も評価の高かった楽曲は、ダニエーレ・シルベストリの楽曲、サリロで、ベルテとのデュエットで歌った、サラ・ペルケティアモと共に、放送終了時にコンピレーションアルバムに収録された。この楽曲のシングルリリースを強く望んだのは、ベルテである。コンピレーションアルバム、ミュージック・ファームは、クラウディオ・バッリョーニの古い歌、ポスターの、リッケ・ポーベリによるカバーも収めている。 彼らの成功を収めた歌のほとんどは、イタリアの優れた二人のアーティスト、クリスティアーノ・ミネローノとダリオ・ファリーナによって書かれている。現在、彼らの新作アルバムの制作が進行中であるが、公式の発売日は発表されていない。括弧内は、レーベル名と、簡単な説明。セコンドブマ、カーサ・エディトリチムジカアレデイリッキ。 イーポーベリハット、ヒトパラディティリアウェブサイトハット、シトウェブヒトパラディティリア、ノートラビート、シトウェブヒトパラディティリア、クレシハカセティマナレイデイシンゴリカラ1981。ありがとうございます。